岡山駅に到着しました。今からスタジアムに向かいます。一人でこんなに遠くまで遠征くんの初めてなんで緊張します。緊張するけどワクワクの方が勝ってる。岡山って晴れの国って呼ばれてるらしくて、今日もちゃんと晴れてくれたんでよかった、よかったです。晴れて、めちゃくちゃ晴れてる。楽しみ。ホルモン焼きうどんです。町田は千葉大宮戦2試合勝利してたんですけど、先週のホームで横浜戦では負けてしまったんですけど、最近アウェーでの勝率が高いので期待してます。で岡山は8月の試合5試合中4試合勝利してて、調子がめちゃくちゃ良くて順位も仙台抜いて3位なんです。で注目選手なんですけど、町田は平田選手で9ゴール決めてるので、今日で2桁ゴール決めてほしいなと思ってます。あと久しぶりにチョンテス選手がスタメンなんで、やっぱりゴール前のポジション取りがうまいし、ボール収めてくれるのでチャンスがたくさん作ってくれるんじゃないかなと思っているので期待してます。個人的には太田康介選手とチョンテス選手のパスが見たいので、2人とも出てくれるのを期待してます。で岡山の注目選手は何といっても佐野光大選手。町田のボランチ6番佐野海舟選手の弟で、前回ホームでは兄弟対決が見れてめちゃくちゃ盛り上がりました。今節は佐野海舟選手が怪我のため出場できないので兄弟対決は見れないのですが、やっぱり佐野光大選手は注目したいですね。もう一人はディフェンダーのヨルディバイス選手。職場の上司が前回岡山戦と試合の時にヨルディバイスには気をつけろって言ってたのを覚えてたので気をつけたい。しかも前節山形との試合で点入れているので要注意です。
負けちゃいました 2-0。 悔しい。もう強かった、岡山がもうめちゃくちゃ強かった。なんかドリブルとか一人一人の選手がもう本当に上手くて、どんどん町田の選手抜けていってたし、あ、攻められるっていう感じだった。お疲れ様でした。お疲れ様でした。